沖縄散策始まるよ。はい、さあ、クッキーです。ちょっとお客さんがたくさんいるので声が小さいですが、今回はソベスバに来ております。何を頼んだかと言いますと、ソベのまかないそば、三枚肉と軟骨ソーキのトッピングがされているということで、今回はこれにしました。今回もこういうメニューがあります。で、あとトッピングにジューシーも頼みました。今日はピンクフージーも一緒にいるので、そばを楽しみたいと思います。注文してすぐ届きました。そべのまかないそばです。1分2分ぐらい、超早かった気がします。で、トッピングにですね、ジューシーです。これも美味しそうですね。で、今回はピンクフージーも同じそべのまかないそばです。沖縄の定番の箸ですね。紅生姜もちょっと入れよう。これでしょ。麺はちょっと細麺ですね。チーズ入れ麺ではないようです。今麺を食べたのですが、スープが絡んでいて味がしっかりしていて、味食うた時期にはおすすめですね。でスープも味食うたで濃いめな気がします。沖縄のそばによくあるかまぼこですね。かまぼこは安定の味です。で、三枚肉、三枚肉は柔らかくほろほろと溶ける感じの煮込み具合というか美味しいです。これ早期ですね。骨付きではないかな。よく見ると三枚肉よりもでかいです。あ、軟骨早期だそうです。軟骨が入ってると思いますが、いただいてみたいと思います。今早期を食べたのですが、軟骨もプルプルというかトロトロで、入ってるのかなって思うぐらいつるっと肉が溶けちゃいましたね。美味しいです。次はジューシーを食べたいと思います。ジューシーも食べたんですが、なんかいつもと食べてるようなジューシーの味とはちょっと違って、どちらかといえばなんか炊き込みご飯に近いような感じの味がします。でも美味しいです。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではまた、やさーい。この動画が気に入りましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。